予約をしていませんでしたが、キャンプ場は使えることが分かりました。管理人さんはここにはいなくて、少し離れたところの建物で、多分自宅で兼用の事務所をしておられるんでしょうか。そちらの方で受付をして、ここの使用許可を得てこっちに戻ってきました。ここの場所は全面芝生なんです。で、どの場所を使っても良いということになっています。ただいまの時刻4時40分になるところです。間もなく日が沈もうとしています。私が今日登った下蒜山はこの木の陰にちょっと隠れて見えております。そしてこの私たちのキャンプ場の真裏に見えているのが中蒜山ですね。で、ちょっと桜の木の陰になっていますが、こちらに見えているのが上蒜山という具合でありまして、非常に景色の良いところであります。今日は、カーサイドリビング、古いカーサイドリビングで車に合っていないので下の方が随分空いていますが、まあ十分使えると思います。周りはですね、たくさんのお客さんがいます。テントも、様々ですが、立派なテントがたくさん並んでおります。ちょうど今日が沈みました。夕食の用意をしましょう。周りからはですね、バーベキューの匂いがプンプンと漂ってきておりますが、私は今日はバーベキューの用意はしてきておりませんで、実はですね、炊き込みご飯の一種、簡単にできる炊き込みご飯をキャンプでやってみたらということを同僚から勧められまして、少し教えてもらって準備をしてきております。米を炊くときにですね、サバ缶の汁を中に入れ、さらにかき餅がないので、孫の1歳の誕生祝いの時に使った餅の切れ端を用意してきておりますが、これをちょっと使って炊き込みご飯もどきというのを作ってみようと考えております。ただいまの時刻5時であります。キャンプ場の隣は道路になっておりますので、時々うるさい音をしてバイクが通ったりしますね。ちょっとそういうのが良くないですね。まあ、子供たちの遊ぶ声は、まあ、ハッピーノイズといって、苦にはなりません。米の給水までの時間あと5分ぐらいありますが、そろそろ乾杯をしましょうか。はい、ビールのおつまみは豆腐ちくわを持ってきました。はい、それでは蒜山高原に乾杯。さすがに夜になるとひんやりしてきました。カーサイドリビングの窓を閉めておくことにします。はい、給水の時間来ましたので、ご飯炊きます。
はい、うっかり焦がさないように気をつけて炊きます。なんでしょうね、犬の遠吠えのような声が聞こえてきますね。近くになんか犬がたくさんいる施設があるんでしょうか。さっきから盛んに犬が鳴いています。今日はほとんど風もなく穏やかな日です。もう少し炊けるのを待っていきます。こちら西の空なんですが、上の方に映ってる2つ並んでる星、これ星の光なんです。金星と木星が綺麗に並んで光ってますね。これですね、金星と木星です。綺麗に並んでいます。来週ぐらいになるとこれに月が加わってくる予定ですね。なかなかいい風景です。ご飯のところいい匂いがしてきました。そろそろ炊けたでしょうか。ちょっと見てみましょう。焼けていますね。焦げ付きもせずうまく炊けているようです。それではいただいてみましょう。これに、サバの本体を入れるみたいですね。ちょっとやってみます。よいしょ。はい、入れてみます。はい、かき混ぜてみました。果たしてどのような味になっているでしょうか。食べてみました。しっかり食べられそうな感じがします。このままお酒のつまみになっていくかなという感じがしています。味はいいと思います。少しサバの量が多かったのかもわかりませんね。久しぶりにこれ持ってきてみました。以前よく使ってましたね、ソロキャンプに行ってる時。なんでしょうね、あの犬の鳴き声、悲しそうに鳴いてるんです。いただきます。やっぱり味噌汁っていいですね。やっぱり日本人だなと思いますね。18時28分ですか。気温9度、湿度高いですね。夜露が降りてきそうですね。このような感じでキャンプをしております。この時間帯、みんなが食事を楽しんでいるところですね。風弱く、外は満天の星空になっているようです。一時あちこちから漂っていたバーベキューの匂いは消えました。あちこちで焚き火の火が見られますね。皆さん焚き火を楽しんでおられるようです。そうですね、こういうところで一人でキャンプをしますととても寂しい感じになりますね。
やっぱりソロキャンプというのは誰もいない一人ぼっちのところでやるのに限りますね。はい、焚き火を始めてみました。短いです。今日もまた同じですね。これを持ってきてみました。いただいてみましょう。それではですね、今日もしっかり歩けましたので山登りに乾杯しましょう。乾杯。そうですね、やっぱりこういう場所にキャンプに来るときはグループで来るべきですね。みんなでワイワイやりながら過ごすのが一番いいかなと思いますね。20時10分ですね。気温9度。星の写真を撮ってみました。焚き火も消えてきましたね。もう早いですけど、車の中に入って寝ましょうか。今夜は車中泊です。おはようございます。朝の7時5分になりました。昨夜は電気毛布を持ってきていて、正解でしたね。夜中の3時にトイレに起きたんですが3度でしたね。現在7時30分、気温5度であります。それではいつも通りいただきます。犬の鳴き声分かりました。こちらの方がペットお連れの方のキャンプ場となっていました。先ほど同じ犬の鳴き声が聞こえました。山の方側からキャンプ場を見ています。おすごいですね。三角形のテントとかキャンピングカーとか小さい子たくさん来ておりまして、とても安全に遊べる良いキャンプ場だと思います。それではさようなら。